こんにちは、カラスレーナ小次郎です。今回の動画では逆上の使い方に関して発信していきたいと思います。先日の動画で花車選手に登場していただいて、逆上の入る前の体の使い方とか、そこからの展開っていうところを紹介していただいたので、まずそちらをちょっとご覧いただいてからの方がより発展というか、まあ、考えが追いつきやすいかなというふうに思います。上に出てると思うので、そちらからちょっとチェックしてみてください。ということで、今回紹介したいその逆上の使い方っていうところが、ビアモンティ選手をまた分析していた時に発見した使い方なんですけど、普通の場合は攻撃をして引き手を引く時っていうのは、大体こう足って後ろからずる感じで寄せてくる、相手がまあいたとして攻撃をして下からこう寄せてくる感じで相手と近づくことになると思うんですけど、ビアモンティ選手がどのようにしてたかっていうと、そこから花車選手のやつで一緒で、かかとで踏み込んで手でこう押さえながら潰しながら入っていって、その後なんですけど、引き手と一緒に後ろ足をこのように抱え込む、引き手に合わせて引き手のエネルギーに対してこのももの裏のエネルギーを使ってうまく抱え込みを入れたことで、次の展開が、上から狩るような感じで引っ掛けられるっていう特徴の使い方をしていました。で、逆に言えば、このまま構えていてついてずりながら行った場合っていうのは、相手の横に出てきたとしても、だいたい横からのこの崩し、これも別に悪くはないんですけど、投げって考えると、ここからのバランスを崩すっていうのと、一旦バランスを崩してここからつなげるとかだったらいいんですけど、投げってなるとやはり上からこうかけていった方がかかりやすいというところで、ビアモンティ選手の動きっていうのは、逆上打って引き手に合わせてこの後ろ足を抱え込みを使って引き寄せながら足の位置も高くして、ここから上から狩るっていう、こういう狩り方を使っているっていうのをすごい感じて、これは使えるなっていうふうに、見ていて感じました。で、まあ、フランス語での解説なので、ちょっと何言ってるかよく分かんなかったんですけど、まあ、体の使い方としてはすごく勉強になった回だったので、リンクも貼っておくので、そちらも一緒にご覧ください。で、まあ、ついたのに対して引き手を取る、逆上で引き手を引くときっていうのは、相手と近づきながら攻撃をして引くときは、どうしても相手にこう近寄ってしまうと思うんですけど、ついたものに対してこの裏側を使うことで、前お伝えしたのが内的運動量の一致っていう考え方があって、生み出したエネルギーは、他のパーツでエネルギーを生み出すことで打ち消せるっていう考え方なんですけど、例えばこの場で刻みを打ったとしたら、この引き手を引くことでのエネルギーと、こっちの股関節を例えばひねるとかっていうところでエネルギーを打ち消すことで次の動きにすぐ入れるっていう考え方なんですけど、逆上の場合、右で打っていって引き手をこの左だけで入れ替えでエネルギーを生み出すより、ここからさらにこっちの裏側も使ってパッと切り替えた方が戻りも速くなるっていう特徴があると思います。それを組み合わせて攻撃を入れる、手を前に出すプラス後ろ足を引き寄せるっていうエネルギーの打ち消しを入れつつ、足が上に上がってるので、ここから上からかけるっていう、投げにつなげるっていう体の使い方ができてくると思います。はい、ということで、今回は逆上の使い方に関して発信していきました。今回の動画は以上となります。このチャンネルでは、空手選手に向けてパフォーマンスが上がるような内容だったり、悩みを解決するような方法をお届けしています。他にもこういうことを知りたいとかあれば、ぜひコメント欄から書き込んでください。あと、チャンネル登録と評価ボタンぜひお願いします。で、2019年、今日で最後になると思うんですけど、この1年間ですね、いろんなコメントいただいたり、励ましのお言葉いただいて、とても元気づけられながら、楽しく継続することができました。ありがとうございました。2020年もこのように、いろんな空手選手へ向けた発信も頑張っていきたいと思っていますので、これからもよろしくお願いします。今回の動画は以上となります。ありがとうございました。